お、いた。はい、大変失礼いたしました。失礼しました。電波が電波障害でございましたね。はい、本日の稀勢の里関ね、5月場所、うん、夏場所の取り組みなんですけども9日目、はい、小結び吉風関との戦いでしたね。はい、8勝1敗決まり手、より倒しで稀勢の里勝利でございます。おめでとうございます。寄って倒したわけですね。寄って倒したわけです寄って倒したんです。あと、かやさんからグリーンイグアナの生態についてのリンクを貼っていただいてます。お、グリーンイグアナはなんか、はい、うん、恐ろしい生き物なんですかね。わからないです。はい、会ったことないで、歌舞伎堂さんからハシコたちは今日ヘビまた加えてプルプルしてて止めはなかったとプルプルしてるらしいです、ヘビ加えてね。うーん、最強だ。大丈夫かな。で、歌舞伎堂さんから今日ハイだなって入ってます。私たちのことかな。うん、まあでも24時間テレビやってますからね。そうだね。はい、喋りたくてしょうがないんだよね。喋りたくてしょうがないそんな言うほどね、うん、出番なかったからね、喋りたいの。はい、じゃあ行きましょうね。はい、はい、はい、グリーンイグアナ出してました。なんでグリーンイグアナかやさんから来たからね。はい、うん、そうそうそう。はい、じゃあ続いてのコーナー参りましょう。はい、続いてのコーナーは牛って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 君と僕とで天気よ。チョッキ。来たね。24時間テレビも出てたじゃないですか。ちゃっかりしてたりさ。ありがとうございました。なんか面白いトークしてたじゃないですか、なんか。あ、面白いと言ってくれる。うん、ありがとう。だから面白かったっていうのは覚えてるけど、何言ったか覚えてないけどね。ラグビーの話した。あの時間眠いんだもん。うん。ケンタロウさんの娘さん。はい、あ、そうだ。女子ラグビー、ぜひ頑張ってください。そうだ。これ言うの忘れちゃったのに。ラグビーについて熱く語ってたんだ。はい、ラグビートーク、ね。ラグビーに詳しいのが牛天大仏。じゃあ、以上、牛天大仏さんからでした。すごい、すごい。明日の天気は、あ、おかえり。明日の天気ね、うん、昨日の予想よりね、うん、良くなった。回復傾向。あ、ラグビー。明日。陸上記録会ですから。うん、曇ってるんだけど、お昼頃晴れるかもしれない。おただ、雨が降りそう。降るとはヤフーでは言ってないんで、うんうんうん、昨日の予報よりいいかなと。なら、うん、陸上競技会気温もね、気温ちょっと高くなっても24度ぐらいだけども、うん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 、晴れてない分いいかもしれない。おー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 、うん、頑張ってください。頑張ってください。よろしくお願いします。ということで、ウキウキハッピー、チャオチャオチャオ、ほいほいほい。はい、ということでですね、はいはい、明日は曇り、うん、あ、ちょっと晴れるかもということで。そうだね、競技会でしょ。頑張ってください、うん、頑張ってください、うん、ということで以上、牛にお届けいたしました。ましたー、ドロン。ほいほい、ほいほーい、ほいほい、はい、戻ってきました。ほいほい、じゃあ続いてのコーナーに行く前に一旦 CM でございますが、 CM はね、うん、そうしましょう。恋祭りがね、うん、大好評だったので、恋祭りの映像を流しちゃいます。 VTR、うん、どうぞ。うましく頑張れ、ウキウキハッピー、イエーイ。ウキウキになっちゃった。期待してます。ウキウキハッピー、イエーイ、ありがとうございます。どうも、地区の未来は頼んだぞ。ウキウキハッピー、おー、イエーイ、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。恋祭り何回目ですか？2回目、3回目、初めて。恋祭りどうですか？楽しい？何やった？ホッピー、難しくない、
さん行ったね。何が楽しかった今日？何が楽しかった？今日の恋祭りで何が楽しかった？いっぱい楽しい。豆つかみ、うん、難しくなかった？どんなお子さんに育ってほしいですか？あ、パパにデスロック優しい、大人になってほしいですね。パパ優しい。それではね、まだ残り恋祭りありますので楽しんでてください。ありがとうございます。ありがとうございます。恋祭り何回目ですか？来たのは覚えてません。覚えてません。たくさん来たんだ。今日は何が一番楽しかった？先来たばっかりだ。今からもっと楽しむんだね。お母さん方、どんなお子さん方に育ってほしいですか？元気で健やかにいてくれればいいです。本能ガンマからこの。はあ、なんと昨日に引き続き、そうだね、スペシャルゲストさんが登場してくださいます。あら、ワンダ吉田選手、吉田選手、非常に美味しい糖質でワンダ吉田光弘選手でございますけれども、自己紹介、カメラに向かってお願いします。はい、練習終わりの吉田です。よろしくお願いします。吉田選手です。どうされたんですか今日は？また、告白の進捗状況でございますか？昨日そんな話してましたね。告白を追うとかね、密着取材とか。なんか1日ごとにこう、今日はどんなメールをしたのかとか。今日はしてないですね。あら、LINE ですか？ LINE してないですね。してないんですか？楽しい。実はしてるかもしれないけどね。いや、多分してますよ、うん、ね、既読になって帰ってくるか帰ってこないかのそういうウキウキな、ウキウキハッピーですね。そうですね、ウキウキハッピーですね。そんな年そんなに、そこでウキウキする、ね、いやでも今日、なんか24時間テレビ盛り上がってね、結構、うん、あー、よかったです、本当に。あれも、すいません、何もできなくて。いや、吉田選手のおかげでね、だいぶ楽しい女子トークになりました。もうね、あれほどまでに女子トークが盛り上がると、眠かった時に、一番11時ぐらいってね、まあ、結構ね、そうです、よくわかりましたね。あのテンション見ればよかったです。だけどすごく楽しかったです。ちょっと見てたんですよ。あ、本当ですか？朝ちょっと見てた、うんうんうん、だからちょっと差し入れ行こうかなっていう感じで。ありがとうございます。皆さん頑張ってたんで、はい、何か、まあ、飲み物ぐらいしか。いやありがとうございます。それ楽しいです。次は24時間も吉田選手にも出ていただきながら俺走るよ。お、あ、本当にですか？私も走るんですよ、じゃあ。え、かぶっちゃうじゃん。だからネタが一緒に走って、いやこれ一人で撮れないんですよ、カメラって。あ、いいね。だから撮り合いながら。あ、いいよ、やろうよ。じゃあいつやるの？来年です。いや、もう夏やろな。ダメダメ。夏もう3ヶ月後じゃん。怒られる怒られる。3ヶ月後やめて。8月31日やろうよ。ダメです。最後の夏の思い出作り。夏の思い出作り。いや、それじゃあ検討して。ほらほら、見ますとかこっち向いて言うなよ。しないです、検討しないです。まあでもね、来年か。来年ですね、頑張っていきたいな。日テレと合わせますか？8月ですか？だ日テレの裏で。最近みんな乗り気になってきてるからな。ももクロの裏だったんですよ。そう、ももクロをね、4万人ぐらい見てるんですよ、常に。うん、サンミュー TV も4万何人で超えた、超えたでしょ。8人ぐらい。やっぱりももクロが物足りないから。なんでそんな嘘つくの？そんな嘘つくの？インターネットと。多分分かりやすいから。分かりやすい。いいかな。それぐらい。分かりやすい嘘はいいのか。そう。あ、田中真弥さんからコメントが、吉田光弘、来たー来たーって来てます。なんで来た？分かんない。来たよ。テンション上がってます。来たよ。でも何でも質問受け付けてますので。はい、どんと声でございます。どんと声でございます。吉田光弘、来たー。じゃあそのね、うん、練習外の吉田選手を。そうです、今日は練習、横に、はい、してました。うん、あ、そ、今日はどんなトレーニングをしてきたの？今日は胸の日ですね。胸肉みたいな言い方しないでくれるじゃん。胸のトレーニングです。はい、胸と足の日ですね。 あれですか、何ですか、はい、こういうやつやらないですね。あのベンチプレスっていう。ベンチプレスです、はい、ベンチプレス、上げるやつ。こうですか？そうです、そう上に上げちゃってるけど、それ寝てやるんですよ。ですって。女性はやってください、あの本当に。あ、鳩胸になる。
重力ね、だんだんね、年につれて重力に逆らえなくなるじゃないですか、はい、女性はね、バストがね、うん、まあ、でもここを鍛えると、うん、あの維持できますから、ぜひやってください。まあ、ある人がそういうのに考えればいい。あ、ごめんごめん、気づかなかった、目の前の人たち、ね、申し訳ないです。今日ちょっと放送もう終わりにしていいですかね。いや疲れて眠いんでしょ、寝てないんでしょ、寝てたのに眠いんでしょ。ちょっと言わないでください、寝てないですから。寝てないよ、はい、正解かよ。よく嘘つけんね。すごいね。はい、じゃあですね、はいはい、24時間テレビの話題いっちゃいますか。いっちゃってください。いいんですか、うん、吉田選手のなんかあの恋愛事情聞かないでいい、いいんですか、24時間テレビの。何もあれやば。はい、じゃあね、今日ね VTR2 本あります。はい、見たい。いいですか、じゃあ、うん、おまけじゃない方、じゃあこっち行こうかな、うん、VTR ヒレちゃんが用意してくださったんで VTR 行きましょう。 VTR やったー。
い。ブラブル。あざっす。寝てないっつうのだから。すごいね。取って出しだっつうの。いやーいいね。やっぱひでちゃんすごい仕事すごいですね。パワフル。パワフル。いやーいいですねこれ。いやこれもう一回流しますか。いいです。もう一本あるから。あ、もう一本ある。もう一本おまけムービーある。これおまけムービーはどれいかほどおまけなんだよ。あろうか、ね、チームチャミオっていうのはね、うん、どんなことでも楽しんじゃうんだよっていう VTR。 なんだろう。かよさんからコメントが、あなたと牛くんの PV 見てるけど、うんうん、6号沿いのあの場所であんなことやこんなことがあったのかー。そうです。でもです。PV なのかなこれ。いや、そんなわけでもないけど。あ、カズノリ、松浦さん。松浦さん、おかえりなさーい。おかえりなさーい。ニコニコ家族会議での斉藤さんと村松さんの話が非常に懐かしかったです。Facebook の共同カルタページで30年前の牛久駅前の話で盛り上がっていたのでタイムリーでした。そうでーす。おい。松浦さん、ありがとうございます。以上でーす。はい。いやー、いいですね。そうそう。こういうコメント嬉しいですね。はい、じゃあそんな、うん、コメントの。そうそう。もう一つ。もう一個、うん、VTR いっちゃいますか。裏でも楽しんじゃうだぜみたいな。じゃあ行きましょう、はい、ちょっと待ってね、これ消さないとね、最初に CTP 入っちゃう。 OK、 えい、お任せします。じゃあ行きます、 VTR どうぞどうぞ。ドッキさんメンライティングだ。コップ、最後の雑巾掛けでございます。眩しいですか吉田さん。なんか光が差している。ここが差している。何かあるのかもしれないですね、これは。いいことが、いいことありますよ、これ。いい光入ってますからね。この曲今流れてる。この曲、うん、言っちゃっていいですよ。いいよ。DJP の曲メインテーマみたいな。オープニングの試合前のオープニングテーマ。マジで使っていただけるんですか。
ちらの僕らで。決まり本当にってことは、いつかあのリング上で、うん、生で歌って牛久大会で歌ってもらってもいいんじゃないですか。また今年もありますから。はい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 、あのすげえ大物も今度決まってるんですよ。言えないけど、あの、ね、私ね、うん、結構ね、うん、プロレス界のね、うん、大物とコラボレーションすること多いんですよ。多いね。そのうち私ね、すごいことだと思う。乗っかってるんだよ。そう、乗っかりすぎですね。いやいや、いいと思いますよ。あの、本当に今回もまたすごい人。一応今、まあ、それないでしょ。当たったらどうしよう。誰だろう。結構テレビ出てる人ですよ。激ですか。あ、もしかしてその人ですね。俺は分かっちゃった。これ見てるんですよ。普通の人は分かんじゃないかな。お前、それ酒飲めねえで。分かった分かった。あれでしょ、パワーボム解けない人。ドクドクですよね。まあまあまあ、まあ、もしかしたらそういう話が、今年は牛久でね、ビッグマッチが。おー、ビッグの曲がなんかこう、なんか聴けるな。いいんですかね。ぜひ歌ってもらって。これはでも、うちの許可じゃないですよね。そうね、さらにね。さらにそうです。1個先のね。1個先の斎藤さん。このオリジナル。牛久の現代美術展のね、皆さんがね。ぜひぜひ。持ってるので。じゃあそこに掛け合いましょう。掛け合いって聞いてみます。僕らはあの、いつでもウェルカム。おー、ありがとうございます。なんと。私も踊りますよ。あ、そう。振りまんのこれ。え、ちょっとやってみて。ワン、ツー、セッテルルル。ちょっと待って、ここから、2番からか。こういうの、こういうの、こういうの、ちょっと可愛いでしょ。ちょっとね、ちょっと可愛いでしょ。なんで。まあ可愛いでしょ。こういう振りあるんで、あ、レスラーみんなで踊ってくれても嬉しいかもしれない。それは難しい。嘘嘘嘘嘘。そう、こういう振りがあるんですよ。本当に。うん。まあできたんですよ。やってもらった方がいいんじゃないですか。ね、楽しいですよね。楽しいと思います。試合前でしょ。そう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 。ぜひぜひ。ぜひ。オッケー。うん、あれ。ぜひやりましょう。ぜひぜひなら、よろしくお願いします。全然いいですよ。ね。ね、ね、嬉しい。牛久にもお世話になって。うんうんうん。ありがとうございます。茨城はもう牛久と筑波と、うん、ね、いろいろ回って、どんどん僕らは全国に。踊りに夢中になってる。全国なりすぎか。全国に。はい、7月5日横浜大会。あ、そうだ。お、初横浜。初横浜。本当そう。横浜にぎわい座。11月にはオーストラリアシドニー大会。あ、オーストラリアこれちょっと密着取材が。自腹で来てる。いや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 、そこはあのぜひ。来てます。ぜひ。来てます。早速、はい、あの初乗り。松浦さんから。松浦さん、ありがとうございます。松浦さんね、あのね、Facebook 勝手に私も読んでますからね。で、ナイスまとめビデオでしたというのと、あと作曲の僕はいいですけど、斎藤さんと話し合ってくださいね。おいっす。作曲の方です。作曲の方。あの、そこら辺は全部やってください。はい、僕もわかんないんです。はい、もうそこはもう、任してください。おお、面白いことにちょっとなりそうでございます、松浦さん、これ、はい、やったー。はい、いいですか。いいですよ。じゃあ、その方向で進んでいこう。おう。それ。おう。おう。楽しいですね。今日も放送があっという間に。しゃ。ビッグマッチ。ビッグマッチ。楽しい。ビッグマッチと7月5日の横浜と11月のオーストラリア。オーストラリアの AWF。僕は所属第1回の試合に1回帰るんで。所属の試合に帰るって言うんですか。そうですね。そうですね。もう GJP じゃないんで。そうだ。AWF。そうですよね。オーストラリアワールド F ってなんだっけな。ファイヤー。フラストレーション。フラストレーション。すごいね。絶対溜まってんだ。一言前でそれ出てこないもん。F でフラストレーション。自然になんか溜まってらっしゃるんだよ。意外に。恋愛をしなさい。フレンドとか出るじゃん。フラストレーション出てきたから F で。たまには恋愛をしなさい。それも大切なんだよ。牛久も大切なんだけど。自分も大切なフラストレーション。なんでフラストレーションなんだね。やっぱね、心理的にね、頭にあるのはすぐ出るからね。え、出るから、これもフラストレーション出るから。フレンズとか出ないから、フラストレーションが出てきたら。まあまあ、ね、WF ね、ぜひ行きます。あの、ぜひ。あ、俺らの、あの、今度 DVD、AWF DVD が今度届きますんで、もしよかったら流してもいいんですか。ぜひ、ちょっとブレックから、あの、許可をもらって。
嬉しい。あの日本で売ってもいいよっていう、はい、あの許可ももらってますので、うん、すごく、うん、あの売れてみてっていう新しいキャラやった、うん、この前の、はいはい、あの毒斬りとかやるようなキャラ、うんうんうん、今年はそれを教えていきます、うん、いや言ってくださいよ、あれ好きだもん。楽しみですね。完コピね。いや、もう完全コピ。ぜひぜひ。素顔楽しいし。うん、僕もなんか良かったんでしょ？ありがたいことに。いや、良かったですね。僕が作ったやつなんですけど、ヒデさんが作った、曲、I'm Ready。I'm Ready。うん、曲が、あのすごくオーストラリアというか、オーストラリアピープルすごいいい受けをして、ありがたいことです。ものすごく盛り上がりました。あれで良かったです。和風 の, あのメロディーがすごく、うんうんうん、あっちの人にはすごく新鮮だったと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。次アメリカ遠征も決まってるんで、おはい、じゃんじゃん海外フロリダ、フロリダにそれまで密着取材自腹でねそこはだけど俺は茨城県は捨てないから、うん、茨城はふるさとです。牛久はふるさとです。言っちゃった。いやいや、もちろんです。ありがとうございます。必ず年2回は牛久大会を、おお、皆さんぜひぜひ見て、皆さん行きましょうね。行きましょうね、皆さんで。プロレス楽しんで1回見に来てください。プロレス最高です。最高ですから。意外と面白いと思います。ハマります。はい、流血最高。最高です。松浦さんから松浦さんから素晴らしいというコメントをいただいておりますので、ぜひぜひちょっとまた繋がって繋がって面白いことできたら、繋がって繋がりましょう。いいですね。一人じゃ何もできないんですね。みんなでやっていきましょう。みんなでいきましょう。はい、はい、ということでね、はい、今日時間がだいぶ押してしまいました。本当だ。ので急いで店じまいをしなければいけませんの で、はいではい、最後ですね、あの谷町スポンサーさんの紹介をして、はいはい、チャンピオンチーム店じまいとさせていただきます、うん、一回流します。はい、ガモン。生放送でございます。吉田さん、またぜひね、目がどっか行っちゃってますけども、ぜひまた出演してくださいね。はい、よろしくお願いします。どんどん話進めていきましょうね。うん、行きましょうね。頑張っていきましょう。はい、ということで、はいはい、本日も皆さん見てくださって、聞いてくださって、チャビオ TV コメントくださって、はい、遊びに来てくださって、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。また明日も絶好調にお届けします。受け止めにお届けしますので、また明日も見てくださいね。ではでは、おやすみなさい。おやすみ。明日もミカッチュー。バイバイ。ミカッチュー。明日はミカッチュー。この歌ってるのミカッチュー。ミカッチュー。